はい、皆様こんばんは、竹尾でございます。2019年5月4日バッドヘッズ ×COB グランプリ2019、皆様エントリーは済まれましたか？今年もね、何卒バックオブの方よろしくお願いいたしますね。エントリーまだの人はぜひよろしくお願いしますね。というわけでね、今回は、みんな忘れてるかな、忘れてるかもしれませんが、久々にこの企画を行いたいと思います。竹尾がシャーシを語るシリーズ、イエーイね。というわけで、およそ数ヶ月ぶりのね、この企画でございます。前回 XXX をやって以来かなになります。というわけでね、今回は、前回のシャーシを語るシリーズの動画で宣言していました通り、こちらのシャーシを語っていこうと思います。参ります。せーの、じゃん、 FMA シャーシーね、 FMA シャーシーでございますね。やってまいりました。FMA シャーシー、今出てるシャーシーの中ではもう一番最新のシャーシーですね。ご存知の通りカラーバリエーションがですね、この黒、で赤で水色が出てるのかなになっておりますね。新しいシャーシーなんで、これからどんどんバリエーションは増えてくると思いますね。ではね、まず、この FMA シャーシの、まあ、特徴っていうのをね、語っていこうと思います。特徴で言いますと、まあ当たり前のことですけど、すでに、逆転になってます。なんで、初めて、ね、逆転マシーンを組もうかなという方にはもってこいのシャーシだと思います。まあ、遡りますと FM シャーシ、スーパー FM シャーシから飛びに飛んでね、この FMA シャーシとなっておりますので、まあ、一気に世代がね、新しくなったものでございますので、これから FM を組もうと思っている方にはもってこいのシャーシですね。で、ギアがね、VS とかスーパー2とか、AR シャーシと違います、ね。まずクラウンギア、クラウンギアがオレンジクラウンを使ってますので、X とか WX とか、スーパー FM シャーシと同様となっておりますね。あとプロペラシャフトもね、違います。プロペラシャフトも、VS とかスーパー2とか AR とは違うくて、X と同じような形になってますね。青いギアの、プロペラシャフトを、使いますね。スーパー FM が2mm のプロペラシャフトを使ってたんで、結構変わってますね。はい、という特徴になっております。今絶賛開催中の、スプリングカップで私竹尾が使用しているシャーシもね、こちらの FMA シャーシでございますね。この FMA シャーシをね、組んでいて気づいたことっていうのがですね、非常に車高が低いというところですね。特にこの辺、裏を返すと電池とかモーターの重量物の、位置が低いということなので、かなりの低重心のシャーシではないかなと思っております。でね、比較的新しいシャーシでございますので、かなり穴の数が多いですね。いろんなパーツが付けられるシャーシかなと思っています。でね、結構ね、このバンパー切ったりとか、そういうとこで、結構柔らかくするとかね、どれぐらいどの程度柔らかくするとかっていう選択肢が広いシャーシかなと、感じています。僕のね、この、シャーシ見てもらうとわかるんですけども、もう横をバッサリ、ね、切ってしまってます。これはね、僕は極力柔らかくしたかったんで、もうできるだけ切りましたっていうものをね、やったりとか、このね、横のところを残してね、剛性を残すとか、そういう風な組み方もできるシャーシなんで、結構幅広く、セッティングができるシャーシではないかなと思います。はい、というわけでね、まあ、FMA の、まあ、利点というのをね、挙げていこうと思います。まずこの FMA シャーシ、まあ、初心者の方が使うシャーシとしても、比較的いいと思います。まあ、先ほど言いました通り穴の数が多いので、比較的そのままパーツが付けやすいというのもあります。で、タミヤさんからね、バランスタイプというふうな形で、もう最初からね、いろんなパーツが付いたキットも売ってますしね、そういう面では比較的組みやすいのではないかなと思います。まあ、オレンジクラウンっていうのが、まあ、あるんで、比較的音が大きいんですけど、それでも結構しっかり走りますんで、その辺は心配いらないかなと思います。はい、で、まあ、中級者の方になってきますと、まあ、バンパーカットしていくと思うんですけども、まあ、新しいシャーシだけあって、バンパーレスには非常にしやすいです。ね、こうなるんですけども、ここをね、切っちゃうと、もうここに、ね、ビス穴ありますんで、すぐバンパーレスができちゃいますね。で、ここをもう横も切ってしまってね、もうサイドもいらないということもすぐできたりしますんで、バンパーカットとかしていく
上ではね、中級者の方も非常にとっつきやすい、シャーシではないかなと、思います。で、まあ、上級者になってきますと、まあ、シャーシの硬さとか、剛性とか、ねじれとか、まあ、そういうところをね、非常に気にかけてくると思うんですけど、そういうことも、比較的しやすいシャーシだと思いますね。まあ、形的にね、元がおそらく AR を逆転にした形をおそらく元にしていると思いますので、非常に FMAR に近いようなセッティングができるシャーシだと感じています。で、あと車高が低いのも、利点の一つかなと思います。まあ、あまりに小さいタイヤだとね、底が擦っちゃったりするんですけど、まあ、重心が低いので、まあ、安定感という面では、比較的高いものではないのかなと、感じています。気軽に FM ができるというところは非常に大きいかなと思います。もうね、これ買ってきて普通に組めばもう FM 車走ってるとかできるというものになりますんでね、 AR を逆転したり S を逆転したりとかね、まあ、いろんなとこ削らないといけないことが多いんですよ。普通の車走をね、逆転にしようと思うと、それを気軽にできるというのはね、非常に大きいことだか、非常に大きいことかなと、感じています。ね、逆に欠点を挙げますとね、まあ、やはりオレンジクラウンを使っておりますので、音が非常に大きいね、鳴らさないとね、まあ、オレンジクラウンっていうのがね、結構山がね、非常に鋭くてですね、非常に硬いんですよね。ですので、鳴らしをした方がいいというのが正直なところでございます。で、鳴らしをするしないかでね、音の大きさとか、この駆動の中身というのは変わってきますので、まあ、ちょっとそのオレンジクラウンの鳴らしをしないといけない、鳴らし方を覚えないといけないっていうところはあるかなと思います。ね。あと、プロペラシャフトもね、今まで VS スーパー2とか、AR とか使ってた方は、別でプロペラシャフトを買わないといけないとか、そういうとこかなと思います。では、利点でも挙げたんですけども、まあ、車高が低いっていうのは利点でも欠点でもあり得るかなと思います。まあ、ね、僕、このね、この公式マシンを組んだ時に、まあ、タイヤが 23mm なんですけど、もう、車高が、この下がね、もうレギュ違反だったんですよね。なんでも仕方なく削りましたけども、そういうちょっと削ったりする労力がかかるっていうのは、まあちょっとまあ人によっては、まあ欠点かなと、思います。ね、そういうところかな。まあね、総合的に言いますと、欠点の少ない非常にいいシャーシかなと思います。ね、まあ車高が低いというのも、利点でもありますし、バンパーカットもしやすい、合成抜きもしやすい、というところでね、まあ新しいシャーシだけあってね、まああまりこれというセッティングっていうのがね、まだ出てないシャーシだと思いますので、これからどんどんね、新しいセッティングとか、まあ、改造方法がね、開拓されていくようなシャーシだと思います。ね、まあ非常にこれからが楽しみなシャーシだと思いますし、僕もこれからね、どんどん使っていこうかなと思ってるシャーシでございます。ね、というわけでね、まあ、もう恒例となりつつある、一応ね、これやっておきましょうか。ね、FMA シャーシを、初心者の方が、まあ、初めてミニオン組んで、どれぐらいの接地曲線で、速くなっていくのかなというところですね。まあ、初期性能としては結構高めだと思うんですよね。少なくともスーパー2よりかは。ね。まあ、このぐらいかな。から、まあ、まあ、バンパーレスし出したりとか、オレンジクラウンの鳴らしを覚えたりしたりとか、まあ、こう順調に上がっていくと思います。ただね、頭打ちすると思うんですよね。それだけだと。ここからまあカウンターギアを抑えるとか、まあ、ギアの位置出しとかしてくると、また一つ上の、速度に達して限界突破していくんではないかなと思っています。まあ、この辺をいかに超えていくかというところだと思いますね。っていう風な感じです。はい、はい、というわけで FMA シャーシを語ってみました。ね、公式でね、僕もちょっと使い出したシャーシということで、かなり愛着も湧いてきております。ね、これからね、僕の方も、まあ、いろいろ改造していくと思いますので、それをね、皆様に共有していけるように頑張っていきたいなと思います。これでとりあえずね、まあ、形軸は終わりとしたいんですけども、まあ、結構急シャーシもやってくれというコメントをいただいてたりしています。ね、TZ とか、スーパーワンとかね。まあ、そのあたりはちょっと今検討中でございます。とりあえずね、次は両軸にちょっと移りたいかなと、思っておりますので、次は僕の大好きなMA シャーシをね、語っていこうと思います。はい。というわけで、今回は、FMA を語りました。また次回、お楽しみに。以上でございます。